こんにちは。カナダ在住の山達です。オバマ本拠地で異変。40年ぶりに圧倒的大差で極左市長落選ということで話をしていきたいと思います。はい。えっ、ー、と、左翼の親玉といえばオバマですよね。で、彼の本拠地であるイリノイ州シカゴなんですが、昨日市長選挙であるとか、市議会議員選挙があったんですね。で、その結果が今かなり注目を集めていますので、その話題今回取り上げていきたいと思います。で、この話、単なるその左翼都市が目覚めたっていう程度の話じゃないよって言われてるんですね。 2024年の大統領選挙で特に共和党側の戦略にももしかしたら響いてくるかもしれないというような選挙って言われていますので、今回その辺も踏まえてお話をしていきたいと思います。はい。えっと、まず2019年に前回の市長選挙あったんですが、その時に圧勝していた現職のローリー・ライトフット市長、今回圧倒的大差で落選しています。えっと、上から数えても3番目、17.1%しか取れてないということで、まあなかなかの負けっぷりですよね。 で、えっ、ー、と、現職の市長が1期目で落選するっていうのは、シカゴ市場40年ぶりの出来事であるとも報じられていまして、まあ、いろんな記事見ましたが、どれ見てもやっぱりこの40年ぶりだってところが触れてますね。で、えっ、ー、と、ただですね、事前の世論調査結果から見ると、まだマシなんじゃないかと、あの、事前の世論調査結果だと、もっとボロ負けになるんじゃないかって言われてたんですね。4番目、5番目ぐらいなんじゃないかって言われてたんですが、はい。あの、まあ、なんとか3番目で持ちこたえてるっていうふうにも言うことができるんですね。 で、えっと、今回、上位、えっと、2候補見ても、過半数50%の得票候補いないんですよね。で、こうなった場合、上位2候補による決戦投票が行われることになっていまして、それが4月4日に実施されます。まあ、なんで、これから約5週間かけて、このポール・バラス・バーサス・ブランドン・ジョンソンの2人の争いが出てくるっていうことで、まあ、これの、その、やり合いの中で、共和党側が色々、あの、影響を受けるんじゃないかっていうふうに言われてるんですね。 で、まず、今回そのボロ負けしたライトフット市長どんな人っていう話からいきたいと思うんですが、2019年に、あの、今、中日大使やってるあの、ラーム・エマニュエルさんっているじゃないですか。彼、シカゴ市長をもともとやってたんですね。ところが再選目指しませんっていうことになったので、えー、っと、まあ、な、10人ぐらい出たのかな。えー、ブワっていっぱい出てきて、で、正直団子状態だったところで、一応その、決戦投票に残り、で、最後、決戦投票では、投票では圧勝することができる本当に圧勝ですよね、これね。 ま、それが今はもう見る影もないという状態なんですが、まあ、とりあえずこの時圧勝して、シカゴ史上初となる黒人女性市長でレズビアンを公言している同性愛者としても注目を集めたってことで、なんかもう今の左翼連中がもう本当にたまらないようなものが、ね、あの、てんこ盛りになってる人だったわけなんですよね。はい。じゃあ果たしてそれと能力が比例するかって言ったら決してそうではないっていうところもあったっていうのが、もう今回なんですよね。で、特にシカゴっていうのは、 アメリカで第3位の規模の大都市なんですよね。世界から見ても非常に重要視されているところなんですが、ここに関してニューヨークタイムズが一つ指摘しているのが、正直コロナからまだ立ち直れていないと。 で、こうなってくると、次期市長次第で、あの、シカゴっていうのが今まで以上の大都市に変わる可能性があるんだっていう風に言ってて、もう遠回しにね、あの、ライトフットじゃ絶対無理だっていう風に言ってるわけなんですね。はい。で、えー、っと、まあ、とりあえず今そのライトフットがもうめちゃくちゃにボロボロにしたシカゴっていうその大都市の空っぽの箱があるから、そこをじゃあどう埋めるかっていうところでこれから変わるという風にも注目されてるっていうことだそうです。はい。で、えー、っと、じゃあこの今回の選挙の争点何だったかって言ったらもう一つだけだと。 とにかく治安問題だということなんですね。まあ、やっぱどの記事見てもそうでした。今回負けた理由は治安の悪化だっていうふうに、えどこの記事見てもなってますね。はい。で、えー、っと、治安の悪さからこのシカゴっていうこのアルファベットのこの都市名と、あの、イラクっていう国あるじゃないですか。イラク戦争って戦争をやってたような場所いや、それぐらい治安の悪い場所だよっていうのを足し合わせた、 ラ楽っていうね、そういう造語ができて、なんか映画も確かできてるんですよね。はい、そうなるぐらい治安の悪さっていうのがえかなり注目されているわけなんですけれども、まあそんな中、今回9人の候補が選挙に出てきたんですね。で、えっ、ー、と一応あのー、シカゴって、その、 その、何政党で言うとやっぱ民主党が圧倒的に強いんですね。2020年大統領選挙でも、えっと、バイデンに投票したのが83%かそんなもんだったかな。共和党が17%、トランプ大統領17%ぐらいしか取れてないっていうことなので、はい。まあ、圧倒的に民主党。で、9人全員一応自称民主党なんですね。 で、えー、っと、その中でも、一応肌の色の話をすると、黒人が6人。で、ラテン系語のガルシアさんっていう一人だけ。で、えー、っと、白人が今回トップにいるバラスさんの一人だけなわけなんですね。で、今回まず注目したいのは、この1位になってるこのポール・バラスっていう人物なんですが、白人男性なんですよね。 これって、その今まで左翼連中たちがもうこっぴどく嫌ってたわけじゃないですか。で、さらに言うと、今回、ポール・バラスさん、公約として何言ってるかって言ったら、警察を増やします。ソフトオンクライム、いわゆるその犯罪者に優しい対応ですよね。えー、っと、あれを完全に否定していて、犯罪の取り締まりの強化、特にその軽犯罪であってもちゃんと取り締まるべきだっていうふうに主張している、もう左翼が発狂するようなことを言っている人は今回、ダントツトップだったわけなんですね。 っていうようなところから、まあ、いわゆるその治安の悪化っていうのが、まあ、いくらなんでもひどいということで、まあそれがその自分たちの日常生活に降りかかってきたその痛みを感じた人々が多分増えてるんですよね。 で、まあそういう人たちっていうのはもう今回その肌の色とか、まあ思想ですよね。そういうものよりも現実を優先するようになったんじゃないかっていうふうに言われているし、僕も今回この白人男性っていうのはあんまりそのね、その、な、なんでしょう、人種にこだわる気はないんですが、ただ相手方さんがね、めちゃくちゃこの辺こだわってるのに、こういう人がトップに来れるっていうのは、まあやっぱりちょっと変わってきてるんじゃないのかなっていうふうに言えるんですよね。はい。じゃあ実際どれぐらいの治安の状態なのかっていう話なんですが、これシカゴ警察の発表している数字なんですが、まず注目すべきは ここですよね。えっと、マーダーうのが殺人なんですが、えっと、まあ、とりあえず、2019年、ライトフット市長誕生の後の3年間ですね。はい。まあ、基本的に毎年約700人が命を落としているというような感じで、この連続で700人近くになっているのって過去20年ぐらいで最悪の状態だということなんですね。まあ、それだけあれば、そりゃ治安の悪化っていうのは感じますよね。特に、これ、1日に2人近く命を落としているわけでしょ ちょっとすごい、本当にすごいですよね、これはね。はい。で、あとはですね、下のここも、その、窃盗とか、あと、車を盗む系の事故、あの、事件に関しては、もう、昨年度も意味不明なことになってるんですね。通常の倍近くになってて、もう何が起きてんのみたいな感じなんですが、はい。まあ、こういうふうに、あの、明らかに治安は悪化していると。で、あとはですね、これ、えっ、ー、と、2019年、その、ライトフット市長誕生から、昨年度までの比較なんですけれども、全体でも33%の、 えっと、犯罪率、犯罪数が上がっていて、で、あとは殺人も増えています。で、性犯罪はまあもうどっこいどっこいですね。はい。で、えっ、ー、と、強盗も増えていたりとか、あとはまあ暴行系もね、えっ、ー、と、はちょっと減ってるぐらいかな。はい。で、あとは、あの、空き巣は減ってますね。はい。ただ、あの、窃盗であるとか、車が盗まれる系がもうわけわからんことになってたりとか、あと2020年、そのコロナがスタートした直後ですね、そこと比べてもやっぱり基本的に悪くなってるんですよね。はい。っていう風に、とりあえず就任した時と比べてみると、もうコロナ このまま前だろうが何だろうが関係なしに、もうとにかく悪化しているわけなんですよね。っていうようなこともあるので、シカゴの治安っていうのは今回主要なテーマになっていたと。で、あの、このバラス候補の、そのホームペえっ、ー、と、キャンペーンホームページ見てみたんですが、そこに載ってたのが、例えばその犯人逮捕がもうい、 全然できてないと。殺人事件が起きましたってなっても、基本的に6件起きたうちの1件が何とか解決している。で、銃撃事件に至っては20件起きたら1件ようやく解決できるぐらいで、で、そういう意味で犯罪率はどんどん増加しているのに、逮捕率っていうのは2019年から比較して80%も低下していると。で、しかも2022年度に関しては40万件以上の通報があったうち、半分近くの通報に関しては、現場に急行できるパトカーがなかったってことなんですね。なので、そのタイムリーな対応もしきれなかったので、 もう警察のその組織として、えー、もう全く機能できていないということなので、この辺を立て直すっていうふうに言ってるわけなんですね。まあ、なので警察を増やしますとか、あとはもとその辞めた人たちもいるんですよね。その人たちの再雇用であるとか、あとこれなかったんかいと思ったんですが、科学捜査部門の設置も新たにしますと。であと警察署長が本当に役に立たないということなので、もう初日に解任するみたいなことを公約に掲げてるんですね。 で、一方の、この任意につけているジョンソン候補なんですが、えっ、ー、と、警察予算削減に過去に賛成していた過去もあるわけなんですね。はい。っていうようなところがもうかなり足を引っ張りますし、後ほど紹介しますが、彼の言っている公約、この治安関連の公約に関しては、あの、もう典型的な、あの、全く現実に沿わない左右の考え方だなっていうふうに思いました。ちょっとそれは後ほど紹介します。はい。で、ちなみに今回この治安がかなり注目されているわけなんですが、そういう点からも、あの、ニューヨークシティ市長現象にならない ないいかとう不安の声も上がってるんですね、はいえー、とニューヨークシティ市長、現在エリック・アダムズっていう人物ですけれども、彼もともと警察出身っていうところもあって、治安問題を主要な争点としてニューヨークシティ選挙を戦ったんですよね。で、確かにソフトオンクライムっていうものに関しては否定をしていて、いろいろとその辺に関してはいいことをやってたりとかするんですが、他がもう本当に あの、無能なんですよね。はい。っていうようなことで、あの、期待されていたけれども、蓋を開けて見たらとんでもないやつじゃねえかっていうふうにならないかどうかって言われてるんですが、えっと、バラス候補の、あの、一応選挙ホームページによるとっていうことにはなるんですけれども、その内容、あとは過去の発言とか行動を見ると、結構まともそうなんですね。 例えば、治安対策だけでも専用ページを作ってるっていうところがあって、で、えっと、一方でこのジョンソン候補に関しては、まあ、単なる ABC 順っていうのもあるかもしれませんが、あの、この、 治安問題って下から2番目っていうかなり低いところにあるんですね。まあもちろんこれはもう正直関係ないんですが。で、内容ですよ。一番重要なのが。ジョンソン候補に言ってるのは何かって言ったら、あの、そのメンタルヘルスケア系、ちょっと直接、ちょっと若干違うかもしれませんが、それを強化すると。要はあの、典型的な左翼思想で、これはあの、僕本の第3章にも書きましたが、その、犯罪を犯す人たちっていうのは、いわゆる病気の状態だと。 なので、治療をすれば治る。特にそのメンタルヘルスケア分系のことをやれば、あの、治るんだみたいな考え方のもとにソフトオンクライムっていう犯罪者に優しいなんか社会づくりが今左翼によって進められてるんですね。それをもうまんまやろうとしているわけなんですよ。もうあの、全然良くならないと思いますから、はい。あのー、頼むから気づいてと思いますね。はい。で、あとはですね、あの、すごく気になるのがね、このジョンソン候補ね、のこの、 何々やりますって公約の中なんですが、もう、ジェンダーイクイティだ、LGBTQ ライスだ、みたいな、もう左翼政策、天んこなんですよ。で、一方のバラス候補、その文字ないんですよ。で、そこ非常にでかいなって思うんですね。もちろん女性に関することは載ってますけれども、で、中絶も賛成派っていうところではあるんですが、まあ、それは、あの、シカゴで戦う以上は絶対必要なんですが、あの、 ここ非常に重要だと思うんですよね。っていうのはこの後紹介しますが、あのバラス候補ってその教育にも結構力を入れるっていうふうに言ってるんですが、今教育の世界にもそういう系がどんどん浸透してきてて、もう意味不明なことになってきてるんですよね。はい。まあその辺にもしかしたら歯止めがかかるかもしれないっていうことも考えると、えっ、ー、とバラス候補結構まともかも。で、過去になんか、 10年以上前のインタビューでは、どちらかで言うと私民主党よりも共和党よりかもみたいな発言が掘り返されてたりとか、あとツイッターでなんか、えっと、今のライトフット市長を、えっと、男として揶揄するようなものとかに、なんかどちらで賛同してたんじゃないかみたいな話とかもいろいろ出てて、まあちょっとなんかハッキング受けたとかなんかよくわかんないことになってましたが、はい。まあちょっとその話は横に置いといて、とりあえず、バラス候補、ニューヨークシティ市長現象にはならない人なんじゃないのかなって僕は思うんですね。はい。で、えっと、最後のちょっとまとめみたいな ところなんですが今回そのシカゴ市長選挙がこの後5週間後に決選投票を控えるわけなんですが共和党側に影響があるかもっていう話なんですねどういうことかって言ったら主要争点は治安なんですけれどもここにさらに教育問題が注目されることになるっていうことなんですね で、特にこの教育問題に関する考え方っていうのが、この二人、もう見事に真逆なんですよ。まず、バラス候補も、えっ、ー、と、ジョンソン候補も、両方とも、もともとその教員であるとか、えー、教育委員会に携わってた人間なんですね。えー、この右側のあ、僕がまともかなって多少思っているバラス候補に関しては、えっ、ー、と、シカゴ、シカゴの教育委員長をやってたりとか、あと、コネチカットとかフロリダとか、あと、なんだっけ、ニュージャージーかどっかかな。で、えっ、ー、と、その、 学校の立て直しみたいなことをやったりとかしている人物なんですよ。なのでかなり経験豊富なんですね。で、一方のこのジョンソン候補もともと教員やってましたと。で、さらには、あの、シカゴでめちゃくちゃ力を持っている、まあ、左翼教員組合っていうのがあるんですけれど、そこがバックについてるんですよ。で、えー、っと、今のその、これ、シカゴに限らず、イリノイ州の問題のようなんですが、国語力、数学力の低下がちょっとやばいらしいんですね。その、例えば誰一人、その、 基準に満たなかった高校、高校生の、高校の中の生徒、人に残らず誰も、その一定の基準に満たなかったみたいな学校が多発しているところもあったりとかするってことなんですよ。はい。まあ、ちょっとその辺の細かい話はまた機会があったら別の,あの動画かサブスタックに書こうと思いますが、はい。まあ、ちょっとその話は横に置いといて、とにかく教育を立て直さないといけないんですね。 で、バラス候補は、その立て直し策として、チャータースクールって言って、えっ、ー、と、公立高校でもないけど、私立高校でもない、まあ、第三のところみたいな感じですよね。それを、あの、もっと推し進めようと。日一方のジョンソン候補は、私立学校に通えるように、特にその、所得が低い人たち、クーポンを渡して、で、それで私立学校に行かせてあげるようにしようっていうことを言っているわけなんですけれども、特にこのバラス候補の言ってるのって、あの、いわゆる、 共和党側が主張しているスクールチョイスっていうものの一環に近いっていうことなんですね。どういうことかって言ったら、例えばこれ日本でも大体そうかなっていうふうに思うんですが、僕確か自分が中学生の時そうだったんですが、あの、どこに住んでるかによって行ける公立高校、公立学校って決まってたじゃないですか。高校はね、もちろん自分で選べますが、えっ、ー、と、中学校とか小学校っていうのはどこに住んでるから決められてましたよね。 じゃなくて、もう自分の行きたいところに行かせてあげようと。で、その中にチャータースクールも入れると。で、えー、っと、結局その、そうすると生徒の偏り出てきますよね。 で、予算っていうのも、一律同行するんじゃなくて、生徒をどれぐらい獲得したかによって分けていこうっていうふうにすると、学校側もいろいろ活性化されてきたりとかしますよね。はい。そういうような共和党側が主張しているようなものに近いようなことをバラス候補は言ってるんですね。で、ジョンソン候補はもうその真逆。ね、特にバックに教員組合ついてるもんですから、で、チャータースクールって基本教員組合がなかなか関与できないっていうことなんですね。っていうこともあって、えっ、ー、と、教員組合からしたらこんなもんたまたまんじゃねえっていうふうになるわけなんですよ。っていうこともあって、ジョンソン候補 はふざけんなっていう風に言ってるわけなんですねそういう風うに教育問題でもうバチバチに対立するしでしかもそれが共和党側と あの、かなり主張が似てるということもあるので、今回ニューヨークタイムズも言ってますが、その共和党が主要争点にしている治安の悪化であるとか教育問題、このあたりが、もうそのまんま争点になるのがシカゴの決選投票だと。で、これは2024年大統領選挙の主要候補者が、えっと、どういうふうに、その特に民主党よりの中道派の人たちですよね、がどう、あの、反応するのかっていうところに関して、注視しているだろうっていうふうに指摘しているわけなんですね。はい。まあ、ひとまずですね、まだ、あの、 肌の色へのこだわりであるとか、あと警察権をですよね。そのあたりから脱却しきれていない人も多分いると思うので、えっ、ー、と、どうなるかわかりません。はい。まあ、なので、えっ、ー、と、4月4日にならないと結果はわかりませんが、えー、とりあえずこういうふうに、あの、今回主要争点になる治安だけではなく教育問題の観点からも、2024年に繋がってくるような重要な問題になると。特にあの、これ2024年大統領選挙だけじゃないですからね。上院議員選挙もあれば、州知事選挙もあるのかなわかんないや。はい。まあ、とりあえず重要な選挙がいろいろありますので、えー その辺との兼ね合いとかからも非常に注目を集めるっていうことなので、また結果が出てきたら皆さんに紹介していきたいと思います。はい。ということで今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後は、あの、立っている狸くんでお別れをしたいと思います。ね。えー、なんか可愛くないですかこれ。<laughs> はい、えー。ということで最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。